かしこまりました。よろしくお願いいたします。はい。どうしました？伊地知さんって電話でお辞儀するよね。わかる。私も脱毛してるとき、埋没毛をして首痛めたこと何回もあるもん。もちろん、毛穴も痛め。電話といえば、皆さん肩で電話を挟んで、ながら通話できますか？